The Symbol of Comstock, S Society for the Supportation of Vice, Comstock 法とは、アメリカで1873年3月3日に、成立した郵便に関する連邦法、Unact for the Supportation of Trade in, and Circulation of Obscene Literature and Articles of In Moral Use の通称である。否認や忠蔑に関する資料、わいせつなものに関する情報が記載された手紙、文章、 書籍の郵送を禁じる法律である。この法律の成立により郵便局は郵便物の内容を検査するようになり、実質的に郵政省が検閲機関となった。法律の設立に尽力したアンソニー・コムストックの名前に由来する。この法律の成立のためにニューヨーク悪徳弾圧協会が組織的にアンソニー・コムストックを支援していた。 1936年に憲法違反となり無効になるまでの40年以上の間に3600人もの逮捕者を出した。違反者には100ドル以上2000ドル以下の罰金、または半年以上5年以下の懲役が課せられた。この法律の対象は現代でいう、ポルノ雑誌だけでなく医学書や医学生が使う解剖学教科書にまで及び、特に否認、中絶、 性医学を扱うアメリカの産婦人科学会は大きな影響を受けた。ロバート・ラット・ディキンソンの著作はすべてがコムストック法の規制対象となった。この法律は歪説とは何かという課題を後の時代に残すことになった。コムストック法の時代には歪説物かどうかにヒックリンテストが用いられていた。現在では歪説物の判定にはミラーテストが用いられている。 チャップ、クラバイブ、アンアクトフォーザサポレーションオブトレードイン、アンドサーキュレーションオブオブシーンリテラチュアアンド、アーティクルズオブインモラルユーズ、ザライブラリーオブコングレス、2016年1月20日、閲覧。ありがとうございます。